どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はほっこりするラブソング、部屋とワイシャツと私、平松愛理さんのあの名曲をこの小さいウクレレでガズレレレを簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はウクレレにぴったりですね。はい。いつものように2バージョンでやりますけれども、最初に言っておきます。この曲はですね、1ブロックに3回弾く3拍子の曲ですからね。ここ、ポイントでございます。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流、シンプル簡単バージョン。後半は、ちょっとこの弾き方。このね、独特のこの跳ねるような感じ、かっこいい弾き方を使ったかっこいいバージョンをやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレで音楽をやるのはもう最高です。本当に音楽を聴くのいいですけどね、やる方が楽しいですからね。でも楽器を苦手だなと諦めかけてるあなた、ウクレレだったらすぐできますよ。弦も4本だし簡単なんですよ。始めたらわかるけれども、簡単だと思ったら奥もすごく深いんで、ずっと続けられるね、もう最高のパートナーになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番ごとに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん弾けて音楽できるようになりますからね。じゃあリンクありますよ。あ、YouTube ですから、いつでもどこでも、スマホでも、タダでできますから。ぜひ、リンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたあらゆる音楽が、ウクレレ一本で簡単に弾けて歌えるようにした超シンプルレッスン簡単バージョンの動画800曲以上もアップロードされてますからね。定番の J-POP、最新の J-POP、洋楽、ハワイアン、アニメの曲、映画の曲、もう演歌、何でもあります。はい。さっきのリンク先のところに行くと、検索できたり、ジャンルボックスから探せるようになってますので、ぜひ、いろんな曲、大好きな曲、ウクレレでやっちゃいましょう。さあ、それでは部屋とワイシャツと私、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。シャツと私、平松愛理さんの名曲。今のはもちろん聴いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りさせていただいております。1番のサビまでやって、あとサビを繰り返したというか、サビも本当はすごくいっぱいあるんですけど、ちょっと便宜上ちょっとカットさせてもらったんですけど、この曲はずっとこうコード進行一緒で、2番、3番、4番とこう書き足していくと、
フルでできるようなシンプルな曲ですので、フルコーラスでやりたい方はどんどん自分で書き出していってくださいませ。はい。で、動画のテロップと合わせてなんとなくできるようになった方も自分で書いてね、自分だけで演奏してみてくださいね。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい。ここイントロですね。はい。で、いつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは、かっこいいバージョンでやるコードですから、今やったのは上の段です。はい。この辺とかね、ちょっとこう下にコード変わってくるところもあります、ね。じゃあ一時停止でご覧になってください。あ、3拍子よ !3 拍子じゃねえや。3連の曲ですからね、これ。1ブロックで3つ。1、2、3、1、2、3って進んでいきます。はい。ここ、キーポイントになります。まず A の1まで。はい。ここもコードちょっと変わりますね。あ、A の2までメモれるかな。一時停止で。もし分かりづらかったら、動画を一時停止してテロップから拾い出すのがおすすめでございます。そして、ここからもうサビの応酬になります。ここまでが一番のサビで、ここはもうね、最後の方のなんか、いいところかいつまんで、ちょっとガゼレレオリジナルアレンジさせてもらったんですけど、コード進行一緒ですので、やってみてください。どうかな？一時停止で。はい。じゃあ、出てくるコードを解説します。どんどんいきますよ。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7、C7 ですね。まず今やったシンプル簡単バージョンはこれでいきました。これはですね、いっぱいあるなと思うかもしれませんけど、基本的なコードです。ガズレレでは入門コードの集まり、すなわちこれ。ガズレレ必須コード。必須って書いてあります。これはね、どういう、これこのガズレレ必須コードって何かと言いますと、ウクレレで音楽やる方が一番最初に覚えた方がいいよという超簡単初心者向けの最初に覚えるパッケージです。それ10個ぐらいあるんですよ。ウクレレにとってものすごく便利なコード。最初にまずこの10個ぐらいをどうしても覚えてほしい。でも10個もあるのかって思うでしょ？でもね、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なんですよ。指1本で押さえられるのもいっぱいあるし、関連性で覚えると楽なんですけど、なかなか10個覚えるのなぁとは思う方が多いということで、この私がめちゃくちゃわかりやすく、楽しく、頭にスッと入れるように覚えられるような動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画見るだけでね、簡単に覚えられますから、ぜひ見てください。で、今日はここに出てくるので、今シンプル簡単バージョンをやってみました。で、さっきも言ったんですけど、ワンブロックで3回弾く3拍子の曲でございましたので、そこのところを、じっくりやったのが今のシンプル簡単バージョン。では、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではね、コードちょっと追加されます。かっこいいおしゃれコードがね、いっぱい出てきますよ。まずはですね、3つあるんですけど、B7 からいきましょう。B7。押さえる場所。こことこことここ。こういう風に押さえる。一弦を押さえないです。はい。で、ちょっと慣れてる方は2フレット全部押さえて、3弦の3フレット、こういう押さえ方でも同じです。同じ B7 です。まあ、この方が初心者さんには簡単かなと思いますね。B7。はい。はい、どんどんいきます。その次。Gm7 というね。Gm7。これがちょっとね、押さえる場所いきますよ。ここと、ここと、ここの3つですね。こことここはこうやって人差し指で同時に押さえるのがコツで、こう見てください。このぐらいギュッと反らないといけます。で、ちょいと立てる。あ、いい響き。これ登場します。あともう1個。これは比較的よく出てくるやつなんですけど、C のサス4。C のサス4。サス4っていうのはいつも言ってるんですけど、この元のコードと行ったり来たりします。C と C サス4行ったり来たり。この辺でもいっぱい出てきますね、これ。C サス4から CA です。はい。C のサスポ、押さえる場所。C がここでしょ ?C がここでしょで、ここ、人差し指見て。これを押すと C サスポ。離すと普通の C。C サスポから C。こういう使い方になります。この辺の使い分けをちょっと、コードが変わってきますんで、テロップ確認しながらやってみてください。で、曲のね、全体的なリズムなんですけど、3拍子のリズムなんですけど、ここでメリハリをつけます。まずですね、A メロはですね、A メロの1番、A メロの2番っていうのがあるんですよね。ここ見て。A メロの1番はこの2行。A メロの2番はこの2行なんですけど、これでね、表現変えていきます。まず A メロの1は、トッパーン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 です。すごいね、この表記。いいですか？お願いがあるのよ、トッパーン、トッパーン。まず4弦だけ1回弾いて、ここ、あ、これ、まず見て。右でね、薬指は1弦、中指は2弦、人差し指3弦、こう下から入れて上にこう跳ね上げる感じ。4弦は上から下にこう。で、C を押さえてやると、4弦だけは最初弾いて、2、3、4弦をパーンと引っ張り上げる感じ。トンパーン、トンパーン、トンパーン、トンパーン。
で三拍子なんで、トンパンウン、トンパンウン、トンパンってこれでやります。お願いがあるのよ、あなたの名字になるトンパン、トンパン、こんな感じ。トンパン、トンパン。これが A メロ1です。はい、その次。A メロの2番。ちょっとだんだん盛り上げていく感じでいこうと思います。これで、ここからね、ここから。飲みすぎて帰ってものところは、ドンパッパ、ドンパッパ。これにします。弾き方同じ。今度は、ドンパッパって2回。ドンパッパ、ドンパッパ。この2、3、4弦をパッパに変えました。さっきはドンパーン、ドンパーンだったでしょ。今度は、ドンパッパ、ドンパッパ。ちょっと盛り上がる感じ。こうです。飲みすぎて帰ってもドンパッパ、ドンパッパ、ドンパッパ、ドンパッパ。こうやってちょっとメリハリをつけていく。こんな感じでいこうと思います。そして、サビ。サビではもうちょっとワイルドになりますよ。ズンダッタ、ズンダッタ、ズンダッタ。はい、ズンダッタ。ちょっとボリューム大きくなるんですけど、今度は右手ストロークに戻って、トゥッダッタ、トゥンダッタ。最初の1回目はちょっと弱めで、あと、ジャンジャン、ズンジャージャ、ズンジャージャ。こんなイメージ。ヘアとワイシャツと私、ズンダータ、ズンダータ。最初の一拍目をちっちゃく弾くのがポイントです。ブンパーパー、ブンパーパー。この三段活用でいこうと思います。トッパー、トッパーから始まって、ドンパッパ、ドンパッパ。その次は、ズバーバー、ズバーバー。こういう風に盛り上げていこうと思います。これはストロークっていうよりは、その本当表現なんで、はい。あとは速くならないように、こう、じっくり、こう、なんていうか、エンジンブレーキをかけながら、こう、心をね、こう、グッグッと押し付けながら、落ち着かせながら、やるのがいいと思いますね。はい。そんなことを意識してやってみようと思います。やっぱこの曲はですね、こう、新婚さんなのかな、こう、これからのね、なんか二人の将来を描いているの。本当、なんか、リアリティがある歌詞だなと思ってましたけれども。まあ、皆さん、その情景を思い浮かべながら、心込めて、ラブソング、歌ってみましょう。部屋とワイシャツと私、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。てーれれれれ、てれ。私ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。はぁ、しっとりほっこり愛でございます。はい、優しくね、やっぱりね、ドンパッパードンパッパ、ここちょっとルンルン気分ですね。やっぱり三連のちょっと跳ねてんのかな、シャッフル、心も跳ねちゃうよね。そんな感じでいいですね。音楽は皆さん楽しく音楽どんどんやりましょう。さて、本日10月23日の正午、ウクレレのページが公開されますので、チェックの方よろしくお願いします。ガズレレ.comなどでお願いいたします。
はい、ガズさん、このちっちゃいウクレレ1本持って日本中飛び回ってイベントをやっております。その最新情報、あとはもうこれね、このウクレレの情報、あと本もいろいろ出してます。このあたりの最新情報、この後ちょっと動画で引っ付けておきますんで、ご覧になってください。それでは皆さん、楽しく音楽しましょう。よろしくお願いします。さよなら。はい、まずはガズレレホームページ見てください。ガズレレ .com でございます。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まずイベント情報なんですけど、次回のイベント10月27日九州熊本でガズレレイベントが行われます。こちらのイベント本当に楽しんで、初心者からベテランまでウクレレ持って集まってください。もう本当にね、その日からちょっと変わっちゃいます。いろんなこと待ってます。あとガーッとこちらにイベント情報あるんですけど、ありがとうございます。11月11日の東京と、12月7日の神奈川、ソールドアウトです。大感謝。はい、そういうわけで九州2カ所は参加できますからね。全国の皆さん待ってます。はい、あと最新情報はこちらのウクレレ、ベトナムで作ってるガズさんのもう本当いい音するウクレレなんですけど、これをクラウドファンディング成功させ、なんと10月23日の、正午より、10月23日ですよ、この予約販売サイトオープンさせます。はい、お楽しみにしておいてください。あとは本をいろいろ出してます。まずはリットミュージックから出てるこの100曲入りの本をはじめ、あともう一個リットミュージックから出てたり、主婦の友社からガズさんの人生いいことばっか書いてる本も出てますよ。そんなのチェックよろしくお願いします。はい、楽しく音楽やろう。今日は見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。